は、みなかたゆいです。今日は和服に合うヘアメイクを紹介したいと思います。よろしくお願いします。カラーコンタクトは 14.5mm のものを使用しています。色は薄めのブラウンです。イブサンローランのファンデーションを塗っていきます。スターオブザカラーさんのものです。次にキャンメイクのアイシャドウを使っていきます。最初に真ん中の白いラメの部分を目頭にくの字に入れていきます。次に茶色いアイシャドウを二重の幅に塗っていきます。これは真ん中目にのせていきます。ちょっと濃いめのピンクの色を目尻にのせていきます。これは少し長めにのせていきます。まつげは少し束感のあるものを使います。目尻寄りにつけていきます。次に黒のペンシルライナーでつけまつげをなじませるようにラインを引いていきます。次にボリュームタイプのマスカラを下まつげにまんべんなく塗っていきます。赤のアイライナーでラインを引いていきます。これは少し長めに跳ね上げて引いていきます。次に赤のラメライナーを使います。アーティストライナーを使います。涙袋に塗っていきます。黒目の下ら辺から入れると良いです。次にキャンメイクのグロスを塗っていきます。赤目の色をぽってりとするように多めにのせていきます。ドールのピンクの色のチークを塗っていきます。これは頬の一番高い位置に塗っていきます。円を描くようにくるくると塗っていきます。